皆さんこんにちは。個別指導塾基礎塾書の小林です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、英検準一級本気の勉強法パチパチパチということでございます。実際ですね、まあ、大学受験目指す方の多くは英検準一級を一個の目標としている人も少なくないと思います。まあ、もちろんその前段階で英検二級をね目指してやっている方もいると思うんですけれども、まあ、特に最近はね次第なんかで英検準一級を持っていると、まあ、有利な入試だったりもするので、まあ、狙っている人も多いんじゃないかなと思います。そこで今回はその英検だけに特化するというよりは、まあ、受験勉強をしつつ、まあ、英検の準一級を狙えるような勉強法について、まあ、以前も出したんですが、まあ、やっぱり最近ね傾向も少しずつ変わってきたり教材も変わってきているので最新版ということでお伝えできればなというふうに思っております。じゃあまず最初にですね、紹介する分野なんですけれども、まあ、実際はまあリーディングセクションとリスニングセクションとライティングセクションとあと、スピーキングということで、まあ、面接みたいなものもあるんですが、まあ、実際まず今回の紹介の中では、まあ、単語文法解釈長文リスニング英作文までを一気にね紹介をしたいと思います。はい、まあ、前提としてはどのぐらいのレベルですか？そうですね、最低限の英語の基礎力はあるかなという印象ですね。そうですね。なので英検2級は頑張れば合格できるぐらい、うんうん、で共通テストで言うと英語リーディングで5割弱、リスニングで言うとまあ4割ぐらいは欲しいかなっていう印象ですね。まあ、最低でもそんぐらいって感じだよね。そうですね、まあ、普通に英検準2級であればまあ余裕で合格できるよっていう感じなので、まあなんていうんですかね、例えば本当にまだそのレベルじゃないよって人はそっちのレベルの動画も出しているので、そっちを見てね、そっちから勉強スタートしていただければと思います。はい、ではまず最初にですね、英検準1級の難易度の概要からお話をいただこうと思います。はい、まずこちら一般的に言われることなんですが、大学中級程度で、まあ、高校生ですと、まあ、難関大志望だったり帰国子女など英語が得意な方が受験するイメージですね。はい、早慶以上の大学を志望するなら取っておきたい資格でございます。で続いて必要語数なんですが約8000語、合格得点率は 70%とはいってもここ平均的に7割取ってる人は少なく、リーディングの正答率は実は5割以下で、リスニングやライティングで高得点取ってる方も多いですね。そうですね、うん、まあ、合格率は 15% 程度ということなんですが、まあ、ただ別に、はい、ある程度しっかりと合格点が取れてる人は受かっているという印象なので、まあ、あまりパーセンテージは気にしなくてもいいかなと思います。はい、まあ、あとは大学中級レベルと言われてますけど、まあ、普通に高校生が取るレベルなのであくまで目安、うん、そんなに別にその本当にアカデミックな大学レベルというふうには思わないでください。はいはい、で勉強期間なんですけどもどれぐらいですかね？2級合格後3ヶ月から半年が目安ですね。そうですね、なので、はい、まあ、今から、まあ、英検2級ね頑張れば今受かるよってぐらいのレベルの方であれば半年ぐらい、うん、もう英検2級はサクッと取ってて今勉強してるよって方であれば、まあ、3ヶ月とか4ヶ月ぐらいので見えてくるかもしれませんね。はい、では続いて試験構成についてなんですが、まずこちら一次試験は筆記とリスニングで90分30分ですね。で表はこのように一次試験のなっております。でこれ見ていただきますと、まあ、全体的にですね、英検はリーディングライティングリスニングに分かれてて、まあ、リーディングに必要な単語文法解釈長文というのは英検も受験英語も同じです。ただ、まあ、英検の勉強に関してはプラスで英作文リスニングに、まあ、特化して勉強していく必要があるかなっていうのがありますね。そうですね、うん、で続いて厄介な問題なんですが、リーディングでいうと第1問の語句空所補充問題ですね、うん、だったりライティングリスニングのパート2なんかはかなりきついかなっていう印象があります。はい、実際に大学受験だと本当にリーディングが中心、特に次第なんかだとあったりするので、はい、まあ、本当にだからライティングとかリスニングとかが苦手な人とかにおいては、まあ、英検を使う方が有利なのか受験英語のリーディングに特化した方が有利なのかってよく考えてほしいなと思いますね。はい、では最初にまず単語から話をしていきたいんですが、まあ、こちら主に第1問の語句補充問題対策ですね。でまずこれ特徴としては、まあ、英検準一級のリーディング編で一番厄介で、まあ、かつ問われる単語レベルとしてはマーチから、まあ、単語によっては早慶レベルぐらいの単語が問われてきます。うん、でこちら使用教材なんですが、インプットアウトプット分かれてまして、インプットはシスタンターゲット1999割やった上でのパスタン準一級、うん、でアウトプットに関してはこのデルジュン最短合格英検準一級5位問題完全制覇ってやつですね。そうですね、まあ、これはまあちょっとね英検の対策本になっちゃいますけど、はい、なかなか大学受験で同じ形式の参考書ってなかなかないし、そうですね、同じように出される大学があまりないので、はい、なのでちょっとここは特化したものを選びましたね。はい、でこれ戦略なんですが、なんか受験に必要な単語帳ですね、シスタンだったりターゲット選挙っていうのを完璧にした上でパスタン準一級を実施してください。で単語の勉強法はこちらですね、別の動画出してるのでこれをご覧ください。うん、でもうシスタントターゲット選挙を行う理由なんですが、まあ、受験勉強で必要だからという理由もあるんですが、まあ、そもそも準一級っていうのは意外と、うん、まあ、難しい単語もあるんですけど基礎単語っていうのも聞いてくる場合が多いです ね、うん、はい、そのためそれをやってくださいと。シスタンかターゲット選挙、それでパスタン準一級やっていただいた上でこのインプットた知識をこのアウトプットの教材でやってください。で問題は全部で600問あって、選択肢含めると2400語あるので、まあ、12分でアウトプットしつつ足りない知識はインプットできます。はい、あと単語帳についてはもともと英検で勉強した人、はい、だから2級のパスタンとかやった人は、まあ、それプラス準一級でもいいかもしれないですね。そうですね、はい、はい、では次に文法いきましょう。はい、でまずこちら特徴なんですが、まあ、英検2級までとは違って準一級というのは直接的な文法問題は出ません。
まあ、なので実は難関な文法問題というのは行う必要はありません。なんですが最低限長文を読むための、まあ、SV 症候群を振るぐらいですね、こういったところの基礎知識が必要になってきます。で使用教材なんですがポラリス英文法1、まあ、もしくは、まあ、スタディサプリ使われる方だったら高1高2ハイレベルぐらいプラスレベル別問題集3をアウトプットにするといいと思います、うん、続いて戦略なんですが参考書のみで進めるのが厳しい方、こういう方はまあ、スタディサプリを使いつつレベル別問題集3を行うといいでしょう、まあ、単純暗記ではなくて人に文法知識を教えられるぐらい理屈も頭に入れるっていうのが大事です。参考書だけでできる方はポラリス英文法1を極めてください。はい、では次に解釈ですね。はい、でこちら特徴なんですが、まあ、単語や一部後半の長文のトピックというのは難しくなるんですが実は構文自体に癖があるわけではなりません。そうですね、はい、なので単語力をつけつつ、まあ、共通テストでいうと大文語だったり6レベルの文の構文を確実に取れれば英検準1級の文章というのは読めます。はい、はい、なので使用教材としては基礎英文解釈技術の100ですね、うん、これができれば十分対応できます。まあ、これがちょっと難しい場合は入門70でも最悪できないことはないかなって印象ですね。そうですね、その、うん、とにかく構文が難しかったり、なんか難しい構文の和訳を求められるわけじゃないので、はい、例えば A さんが B をやったとか、うん、その C さんがやったんじゃなくて A さんがやったとか、そういう主語とか述語の因果関係、あとはいつやったかとか、ね、はいはいはい、だそれこそ共通テストの引っ掛け系の問題あるじゃないですか、うん、ああいうそんなにその文学的に難しいものが出るわけじゃない、ああいう引っ掛け系が出るので、うん、まあ、それさえできればいいという点では、まあ、もしかしたら基礎100が完璧になってなくてもいいかなと。ただ、うん、まあ、それこそ準1級目指すような人は基礎100使うような大学を目指すと思うの で、 そ, うです、ね、その意味でやっとくといいかなっていう感じですね。ありがとうございます、はい、で戦略なんですが基礎100に掲載されている文書の構文を、まあ、取りつつ完璧に訳せるとこれはすごいいいと思います。でまたその他音声もこちら基礎100ついているので、まあ、音読だったりシャドーイングなんかも行っていただいて文構造自体を頭だけじゃなくて体で理解できるようにしてください、はい、じゃあ次長文ですね、はい、こちらは主に大問2から3の対策になります。で特徴としては、まあ、語彙テーマなどで問われる英語力っていうのはまあ高いんですが、まあ、問題自体は実は素直で、まあ、答えは全て本文に書いてあります、うん、そうだね、はい、なのでまたあの基本的に設問の問われる順番と、うん、まあ、本文内の答えの位置が同じだったりするので本当に解きながら読み進めるってことができたりします。そうだ、その意味で言うとある種、はい、最近の共通テスト結構意地悪じゃん。そうですね、それよりも逆に素直ですよ、ね、そうですね、それぐらいのイメージでいいです。だから、はい、英語はちょっとレベル上がってるんだけど、うん、その問題はひねくれてないという感じですよ。そうですね、はい、ありがとうございます。続いて使用教材なんですがダルールズ3ですね、まあ、難しければダルールズ2からやってください、うん、でこちら戦略なんですが、まあ、全問題とにかく根拠を持って回答できるようにするということが大事ですね。なんで、まあ、音読を繰り返し行っていただいて、まあ、英語を英語で理解できるようにするっていただくことも、この2点ですね、この2点がやっていただくと、まあ、英検準1級の長文には十分対応できるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ、今日はちょっとあまり詳しく話せないんですけど、はい、例えば将来その面接対策とかスピーキングの対策をするという点でもやっぱり長文をしっかり暗記して音読できるようにしておくと、そのね、今まで覚えたものの構文を変えたりとか主語述語目的語を変えることでどんどん文章がね、話せるものが増えてくるので、ぜひねその音読という勉強をやってほしいと思います。ありがとうございます。続いてリスニング大問4対策ですね。これに関してまず特徴なんですが、まあ、これは準1級の難所ポイントですね。合格のためにはやっぱ7割以上欲しいかなって印象です。でこちら形式こそ、まあ、若干異なるんですが、まあ、共通テスト英語リスニングと実は結構似ています。難易度も総合的に同じくらいかなという印象があります。でまず、まあ、簡単に類似点と相違点話しさせていただきますと、まず類似点としては、まあ、講義問題ですね。これが結構似てるかなと。例えば英検準1級のパート2と、まあ、共通テスト英語リスニング大問語、これが結構あの、まあ、形式こそ違うんですがどちらも1回きりで、まあ、長めの講義を聞いて講義の内容と一致する選択肢を選ぶという点では同じかなって思います。うん、で相違点としては英検は全て放送回数が1回のみということと、うんうん、また英語の種類が違いますね。あの共通テストは皆さんもご存知の通りいろんな発音の英語があると思うんですけど、そうですね、はい、ジャパニーズイングリッシュなんかもあると思うんですけど、うん、英検に関しては、まあ、アメリカ英語と、まあ、若干イギリス英語が入るぐらいですね。で続いて使用教材に関してなんですけど、こちらは、まあ、英語リスニングが面白いほど取れる本がおすすめかなと。でこれ理由としては、まあ、リスニングを本当に最初から教えてくれるので、まあ、結構リスニング苦手だよという方も安心かなというのがあります。本当に短い対話だったり、例えば数字の聞き取りなんかから始めてくれるためですね。また共通テスト対策ができるというメリットもあります。はい、で一方でこれがちょっと難しいよという方いると思うので、そういった方は本当に英検の2級問題ですねのこのターゲットのこの問題なんかもう本当に英検2級のリスニング問題から始めていただけるといいかなと。これも難しいよって方は正直準2級からやっていただければ対応できると思います。まあ、ただまあそもそもそういったレベルの場合は、まあ、単語力が足りてないとかそういう他のですね音読しないだったり他のなんか英語の勉強の漏れがある可能性が高いので、そちらの方を先にやっていただいてからリスニングやっていただくといいと思います。はい、はい、最後戦略なんですが、まあ、そもそもリスニングっていうのは積み上げが大事な科目のため英検の勉強を始めたその日から始めてください。毎日やるということが大事です。で音読と合わせて効果が出るまで一般的には3ヶ月ぐらい必要になってくるかなっていうのがあります。
でやり方としてはもう本当最低30分、大問1個ずつでもいいので必ず解いていただいて、間違えた問題は必ず音声を聞き直して復習するということをしてください、うん、でそれ聞いても、まあ、分かんなかった場合は、まあ、ちょっとスクリプトを見ていただいて、そのスクリプトを読めば理解できているかどうかっていうのも確認してください。それ、うん、読んでも理解できてないよという方はそもそもその前の段階の単語だったり、まあ、解釈の部分が弱いのでそこから復習をしてください。そうですね、結構リスニングが点数安定しない人の特徴として、うん、そのなんとなくキーワードを拾ってそのキーワードだけで選択肢をなんとなく選んでるっていう人がいるんですね、はい、だからそのキーワードとかをうまく拾えてると点数が上がるんだけど、それが拾えなくなると途端に、点数が落ちる。よくだから共通テストの模試とか受けていてもリスニングの点数がすごい乱高下する人って多いんですよ。多いですね。その理由はまさにそれで、だからその間違えた問題復習するのは当然なんですけど、やっぱりあのスクリプトごともう暗記して、うん、音読するぐらい何度も何度も何度も繰り返し、あの音読にしてね、うん、音読の教材として使って勉強を進めてほしいというふうに思います。ありがとうございます。最後、英作文ですね。これは大問語対策です。でこれ特徴としては、まあ、準1級の難所ポイントで、まあ、単語数求められる単語数としては120から155なので結構長いです。で結構、まあ、長いので構成も序論、本論、一本論に結論というふうに結構求められます。ただこれ大事なのは本気で、まあ、準1級合格狙うためにはここで実は8割以上を狙うっていうのが大事だったりしますね、うん、そうだね、はい、なので16点満点で言うと13点以上ですと。でこちら使用教材としては英検準1級ライティング大特訓、もしくは最短合格英検準1級英作文問題完全制覇ですね。ここに関しては本当に英検の作文の書き方っていうのは本当かなり標準的なものです、うん、まあ、なので他大学の入試問題に、まあ、英検の硬さえ覚えてしまえばそのまま通じるところも多いので、ここに関しては英検専用の教材を使用することがすごいいいかなというふうに思います。そうですね、逆に大学受験だと120から150書かせるところってなくはないけど多くはないので、そうですね、まあ、逆にその大学受験の場合はその語数をギュッと減らす書き方さえできればいいので、うん、まあ、ここはね対策しておいたものが、ね、有効に活用できるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ただ、まあ、このいきなり120から150も書けないよという方いるかもしれないので、うん、そういった方は本当に2級から1個落としてやっていただいて、それを終わってからまあ準1級の参考書をやって使っていただくとまあいいんじゃないかなと思います、はい、で戦略なんですが、これ大事なのはもうとにかく構成の仕方、作文の書き方っていうのをまあとにかくインプットして、で書いてみる、で書いたものを自分で確認するだけじゃなくて定期的に添削してもらう、これかなというふうに思います、うん、でこれ構成なんですが、本当に僕もこれ生徒に英検指導することたまにあるんですが、本当ここを注意してほしくて、皆さんね、この今から2点がすごいできてないですね。1つ目が、まあ、質問に答えてないということと、うんうん、2つ目が、まあ、監視漏れだったり時制漏れみたいな、そういう初歩的な文法誤報ミスですね、はい、なのでまずその質問に答えてないっていうところは、まあ、それは本当にこの参考書読んでもらえればどうやって質問に答えるかっていうのが書いてあるので、それを完璧に実施していただいて、そうだね、で2つ目 の文法ミスに関して、これはなかなか自分で発見するの難しいと思うので、そういった場合その本当に学校の先生だったりとか、まあ、塾通ってる方は塾の英語の先生なんかに、まあ、定期的にですね文法をチェックしてもらうとすごいいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ、質問に答えてないというのは、ね、結構意外と難関大目指していることもやりがちで、そうですね、ね、あなたは賛成ですか反対ですかって聞いてるのに、はい、これは良いことであるみたいなことを書き出しちゃって、はいはいはい、いや賛成か反対なのにいいか悪いかまず聞いてないんだよみたいなこととか、はいはいはい、あと理由を述べなさい、ね、どっちか賛成か反対と理由を述べなさいって言われてるのに、そのなんか自分が賛成であること その理由をちゃんと書いてない、うん、ありますね、理由になってないみたいな、ね、うん、理由が理由になってないみたいな、はいはいはい、で日本人って結構そういう作文の勉強してこないんで、小論文とか、まあ、苦手なんですよね、うん、だからまずねそこの英語のね英作文でぜひそれを身につけてもらえればなというふうに思います、はい、まあ、しっかり参考書読んで添削をね1ヶ月ぐらい受ければですね、ある程度書けるように、もともとのねベースの力は必要ですけど、なる人が多いと思いますので、ぜひ頑張ってやってみてください。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日の知恵コーナーです。はい、英検準1級合格すれば受験英語は問題ありませんかという質問ですね。そうですね、問題ないことはないですね。例えば準1級より難しい問題が出る大学っていうのはいくつでもありますし、まあ、そこの合格点を取るという意味でも英検準1級より高いハードルを求められる大学っていうのはたくさんあるので、まあ、受験英語すべて問題ないというのはちょっと言い過ぎかなと思います。ただ例えばね、英検準1級持ってる人が、例えばじゃあ英検準1級持ってて、じゃあ東大英語ね、うん、今後やっていくのでそれに向けて過去問を解いてもいいですかっていう意味であれば、うん、
まあ、一旦解いてみて苦手な分野見つけてそこからねそこを深掘るみたいなことって可能なの で、 そうです、ね、まあ、かなり土台は固まると言っても過言ではないです。ただやっぱりその総計とかだとやっぱ選択肢のひねくれ度合いとかがマジで違うんですよね、うん、そうですね。だ本当にね変な言い方だけどね、うん、英検の選択肢はとっても素直でいい子なんですよ。そうですね、一級もこれは本当に素直なんで、はい、で、はい、総計はもうこれヤンキーですよ、うん、ヤンキーですね、ヤンキーですよ、もうこの選択肢は本当にヤンキー、ね、めちゃくちゃひねくれてる、はい、とかめちゃくちゃ根拠見つけにくかったりとかするんで、はいはいはい、あのなのでちょっとそういうところやっぱ慣れが必要。ただ土台という意味では英検準1級で悪くないかなと思うので、うん、ぜひ頑張ってやってみてください。今日の話は以上です。